どうも、マサオさんアウトドアチャンネルようこそ、マサニーです。そしてジェンゴのコウタです。そして山ちゃんです。さあ、前回引き続き、フリートークということで今回もラジオ会となります。よろしくお願いします。で、トークテーマなんですけど、前回と同様、ファッション遍歴を、聞きたいんですけど、今回は深夜さんのファッション遍歴を聞いていただきたいと思います。これ気になるよな。そうですね自分で1本取るように深夜さんで2本取ったからいや、そんなことないですよね。なるべく短めに。いやいやいや、そんなの長く長く尺を使ってもらって。まあ今までは古着、まあでも新品もめちゃめちゃ着ますもんね。まあいろいろで、しかもアメリカユーロ関係なくミックスで着られてるんですが、ファッションにこう目覚め始めるのっていくつぐらいなんですか。高校2年生ぐらい。あ、もう明確にその辺なんですね。なんでかっていうと、アルバイトし始めたんよね。あ、だから お金持ってる、で、まあそうですね、毎月給料、ね、バイト代もらうことになって、で、たまたま友達が、本当に始まったばっかりの、裏原宿の文化の駆け出しの時なんよね。いっちゃんかっけえですね。そうそうそう。そこ、そういうお店に通っとる友達が、まあ3人ぐらいおって、で、その子に教えてもらって、そのお店に行くようになる。なるほど。で、まあそこで、まあそのグッドイナフだとか、その裏原のブランドを、まあこう買うようになって。で、まあ雑誌とかでその毎月連載を藤原博さんとか、はあ、なるほど、そのアンダーカバーのジョニオさんとか、はい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 はそこだけしか見ない。そこだけ、だって女性誌なんや。まあ確かにそうですよね。キューティーっていうその時あった、今もあるんかな。全部女性のファッション情報の2ページなんやもん。なるほど、はい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 。それをこう毎月楽しみ、その連載だけを見る。そうそうそう、はいはいはい、で行ってこう立ち読み買って。いや、公民でいいんだよ。すごい見て、はいはい、でまあそのこうその紙面に出てきとる人たちが、まあ、何をどう着とるんやろみたいなさ。ああ、はいはいはい、はい、でまあその登場しとって、で紹介しとるもんがこうポンポンポンと写っとって、はいはいはい、でまあ文章にはないけど本人たちが何か着とるみたいな。ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、そういうのをまあ毎月こう楽しみに、でそこからまあ情報を得るような感じで、はい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 、でまあまあ高校卒業までもう完全に、裏原ドッグ。へえ、なるほど。はあ。で、卒業して、俺は名古屋、愛知県名古屋市に、まあ、専門学校に入って、で、その専門学校を行き出して、その学校のすぐ近くにまたその裏原宿のお店が、なるほど、あったんですね。あって、まあ、そこにも入り浸り、はい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 、またそこでも買い、はあ、バイトした金、全部つぎ込んでみたいな。はいはいはい、感じで、まあその裏原宿歴が結構長くて。なるほど。長いっていうか、何歳まで、23ぐらいまで、中高2から、高2から、はあ、はあはあ、で結構そのまあレアなアイテムだったりとか、その人気なアイテムみたいなのとかも、もうまあその買わしてもらえる、ああ常連誌レベルまで奥行くのやつですか。そういうやつないよって言って帰ってったんやけど、はいはいはい、あ、堀君あるよ、はい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 、昔そんなんでしたよね。そう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 。で、21かな、はいはいはい、21の時に、そのまあもう専門学校は1年で辞めて、はい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 、フリーターになっとったんだけど、はい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 、でその21の時に、まあ初めてアパレルショップの店員をするわけです。はい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 、でまあ今で言えばそのセカンドストリートみたいな、はいはいはい、そのリサイクルショップの、なるほど、その
買い取りしたものを販売しとるお店で、あの当時人気だったものだけを集めてあるお店に入って、うんうん、そこでそのヴィンテージその裏原宿、はい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 、そのあとはリアルマッコイズとかの復刻系、はい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 、クロムハーツガボールゴローズとか、まあ、そういうものその時代にときめいていたやつが全部集めてますね。集まっとる店舗のスタッフになるほどなって、はい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 、で先輩に、うん、その休憩の時に、うん、古着とか着ないのって言われて、はい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 、ちょっと僕わかんなくて、あまあその時裏原全盛期、そう、はいはい、興味はあるんですけど、なんか G ジャンでポケット1個だったらファーストぐらいの、はい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 、1式しかないし、そうそれぐらいしかないんで、なんかいいのあったら教えてくださいよみたいな感じで、そうしたら本当に程なくして先輩が上から降りてきた時に、はい、いいんじゃないこれって言って、うんうんうん、あのリバースの、はいはいはい、USMA の今じゃんもうねパーカー、うん、はいはいはい、と、はい、あとヴィンテージのスウェット、はい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 、持ってきてくれて、本当、うんうん、まあまあ本当いい時代だったっていうかさ、うん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 、もう多分そのスタッフが買うからもともとなんか安くつけてくれたみたいな感じで、もうすごい安い値段で2つ持ってきてくれて、はい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 、でまあそれ買って、うん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 、でまあそれ着てわかっこいいみたいな、うんうんうん、でそこから徐々に古着っていうものを、まあ、ヴィンテージアメカジみたいなものを気にするようになってきて、うんうんうん、でその名古屋の古着屋とかに、はいはいはい、休みの日にこう一人で、あ、見に行って、はいはいはい、だったらそこの俺の働いとった店って、うん、その結構いいものが破格の値段であったりして、そのあの名古屋中の古着屋のスタッフとかが休みの日とかに、あ、来るんですね、見に来る、集まるとこやったんですね、うん、そうそうそう、はい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 、だから俺はどこの人とか知らんがやけど、はい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 、行ったらあ、この子だよねみたいな感じで、あ、なるほど、みんなすごい優しくしてくれて、そこでこういろんなものを教えてもらう、はいはい、ものを見たり情報を聞いたり、うん、そうそうそう、してで、うん、まあ買うようになってって、はい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 、その時はあんまりまだ年代がとか、うんうんうん、そういうのはあんまりなくて、うん、まあかっこいいし安いからみたいな感じで買っとったんやけど、でまあ1年でそこを辞めて、はいはいはい、そのまま全て畳んで富山に戻ってくる。あ、なるほど。23になる年に戻ってきて、はい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 、で裏原と、うん、ヴィンテージアメカジ、ヴィンテージアメカジの人になって帰ってくる。なるほどね。でその両でその時も全部のせじゃないですか。そうそう、だからその両方をはい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 、だって当時ファッションの軸ってもうほぼそれじゃなかったっすか。そうそうそう、ですよね。なんだけどやっぱどっちかな、みんな、あ、まあまあ確かに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 、で俺もう両方だった、はいはいはい、はい、まあ、混ぜてきとったし、うん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 、で帰ってきて、はいはいはい、でまあ富山の古着屋さんとか、はいはいはい、まあまた富山の裏原宿のお店、はいはいはい、みたいなこう、まあ両方行っとるわ。そうか、その当時からもう新品とヴィンテージは普通に混ぜて、まあ、全然気にしてなかったっていうか、かっこいいからがやっぱ頭にきてたから。そうそうそう、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、でそのまま両方買っとって、うん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 、で富山の古着屋さんの方たちとも仲良く可愛がってもらうようになって、うんうんうん、またいろんなも教えてもらったり、あ、なるほど、で引き続き裏原も買うし継続して、うん、みたいな感じで追って、そんでね、うん、サイズ感にそこで激変が起きて、帰ってきたと同時期ぐらいに、はい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 、そのめちゃくちゃ細いパンツとか、タイトなシルエット、まあ裏腹どっちかというと緩いルーズなシルエットですもんね、基本は、うん、はい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 、はい、そこに急にそういうのが好きになって、タイトがガツンときたんですか、うん、そのまあこれ前にも言ったかもしれんけど、まあ、村上純っていう俳優さんが大好きで、その人ってまあその裏原宿の申し子みたいな人で、その人のスタイルがすごい好きで、なるほど、はいはいはい、でその人からめちゃくちゃ影響を受け取って、はい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 、最初はその人が着とるもんが欲しいって感じだったんやけど、はい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 、
その人の雰囲気が欲しいっていう感じになっていって、だから別に同じものキンクっても、はいはい、アイテムじゃなくてっていうことですね、同じような感じになる洋服、はい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 、うん、でその村順も自分でブランドやりだしたりして、うん、なるほどなるほど、でそこがいきなりビッチビチに細いパンツとか出して、そうなんですね、へえ、でそれを当時そのブーンの、はいはい、ブーンね特集みたいなやつではいはいはい、はい、着とってさ、それがなんか今でも衝撃的なんだけど、うんうんうん、でうわかっこいいってなって、はあ、なるほど、でそこから急にビチビチの服に変わっていくんやけど全身ビタビタすか、そうそうそう、はい、で割と近い段階で、うんうんうん、その昔から大好きだったブランキー・ジェット・シティのあーベースのテレビさんがケルト&コブラっていう、ケルコブ伝説のブランドですもんね我々、うん、やってて、はいはい、それがその富山にあるお店に取り扱いするらしい、うんうんうん、って聞いて、はいはいはい、でそこのお店行くようになって、まあそのケルト&コブラ、ケルトもビチビチっすね、そう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 、だからなんか何のなんていうかこう障害もなくスッとそのサイズ感に入っていて、はい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 、ビチビチっしょ、車もビチビチっしょ、うん、そう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 もう膝曲げたら内出血っしょ細けら細いほどいいですからね、そういうのにこう入っていって、だからもうあのケルト&コブラのウォレットチェーンつけて、はい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 、腕にはウルフズヘッドのブレスつけて、もうゴリゴリっすね、うん、っていう感じのそのロックンロールファッションに入っていって、でその結構そのロックなファッションはいはいはい、そのまあちょっとダサめの感じと、そこにはなんかどっぷり入れんかったんだけど、ヘッド&ゴーラーはなんかどことなく大人で上品やったんや、確かに確かに、うん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 、ドクロとかじゃなかったから、違うっす違うっす、だからそういうのもあってそっちにすごいハマってって、うん、はい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 、で浦原塾と決別してそこで、うん、そこで、はい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 、全部ヤフオクで売るみたいな。なあ、そうなんですね。もうキンクなって。はいはいはい、はいうん。で、もうボーガーンってそのもうプレミアついてるようなもんとかも、もうボーンって売って、はい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 、そのお金をケルト&コブラに付けるとか。ああ、確かに確かに。うん、はいはい、はい、でも、古着も、古着はお別れすることなく、あーなるほど、継続して見とって。はいはいはい、はい、ずっと、うん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 。で、そこから、うん、イーズに就職ってなるよね。で、まあ、家具のリペアもします。はい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 、販売もします。うん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 、ってなった時に、うん、ビータビタのもんしか持ってないから。確かに。うん、作業できないですもんね。動きづらくて。うん、で、あのね、うん、リーのペインターパンツかなんかデッドで買ったんかな。へー、でそれ履いて作業着というか、そうそうそう、そっち系で、はいはいはい、でなんかワークシャツとかは持っとったから、はい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 、まあなんかチェックのシャツとかそういうのはまあ対応できるから、はいはいはい、だからちょっとそこからワークにこう、あ、よるというか寄ってくるっていうか、うん、あ、まあでも一応好きなサイズ感はあまり変わらず、そう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 、作業できて、うん、販売その仕事ができるようなサイズ感というか、はい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 、でまあ、バイクの免許も取ってバイクも乗っとるから、はい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 、そのバイカーファッションみたいなのももちろんその視野に入って、はいはい、まあ、ブーツであったりライダースであったり、はいはいはい、でバイク乗るため の, その冬用のジャケットみたいなのとか、だからそこにはミリタリーもワークも、うん、どっちもあって、どっちも入ってくるし、うん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 、でロックなファッションとも相性いいしみたいな感じで、まあなんか うまい具合に全部なんかこう一色単になったまんま、んどんどんそのワークのものがやっぱ増えていって、あ、はい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 、で結局なんかその全部俺、ま、混ぜこぜのまんま確かにいっとるから、はいはいはい、はい、そのまんま、うん、今に至るみたいな、あ、でもそうっすよね、そうそう、確かにそうっすよね、そうそうそう、だって今の新品も着るし、うんうん、まあフィグベルとかオールドジャーとか全然見るし、うんうん、着るしって感じですもんね、うん、そうそう、うん、でもヴィンテージもかっこいいやつがあればいいし、ただ年代浅くてもかっこいいやつでいいよねっていうマインドですもんね、うん、全然そっちっすもんね、なんかそ自分がかっこいいって思えば別に年代とかブランドとか別に関係ないよねっていう、うんうん、まあその選ぶ基準はもちろんあるが、うん、
そっち全然見た目かっこいいが先行してますもんね。そう、あのなんか古着の人は古着の人やし、新品の人は新品の人やし、バイカーの人はバイクやしみたいな、なんかそういうみんななんかそこの一個のところにこう行くんやけど、なんかまあその仕事柄趣味柄確かになんか全部が混ざっとったから、まあなんとなくそれが両方全部いっとって、であとその新品物と古着って考えた時に、はいはいはい、みんな新品物と古着って見とるけど、はいはい、俺洋服としか見てないから、うん、ああそっかそっちっすね、うん、だからもうなんていうか どうでもいいって言ったらそこじゃないって、うん、だそこじゃないってことですよね。そう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 、うん、なるほどなるほど。だからそういう感じで今もその洋服屋さんみたいな、うん、ああなるほど、つもりというか、はい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 、はい、かっこいければ買うし、うんうん、かっこ悪ければ禁止、はい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 、なんか本当にそっか、でも軸がそれだけなんですね。要はそうそうそう、シンプルに言ったらかっこいいか悪いかのだけで決めてる、うんうん、自分の着る服も、まあ、販売する服も、うん、基本ベースそこしかないみたいな、うん、そうだからそのなんていうか、うん、古着だからかっこいいじゃなくて、はいはい、じゃないですね、うん、なんかかっこいいもんが古かったみたいなってだけっすよね。 それだけの感じ。はい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 、はい、うん、なるほど。だから別に古着難しいとか言うけど、はいはいはい、うん、洋服着るガチャ難しいかいっていう、うん、そういうでもそれっすね、うん、全然そっちっすね。その感じでずっと着とるっていうか、はい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 、うん、なるほど、うん、だからその古着にハマっとるとか、うんうんうん、新品のこのブランドが好きとか、うん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 、いうんじゃなくて、うん、その単純にかっこいいボードをこう選んでいくだけ。だから別に合わせ、はいはいはい、混ぜてきとる感じも、はいはいはい、特別なことしとる感じもないし、はい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 、うん、確かに、うん、なんか本当にただそのラインしかない。はい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 、うん、でも分かりやすいですそっちのね、うんうん、ただあんま新屋さんのスタイルの人ってあんまいないっていう。いやそうね、でもそれがでもやっぱり洋服全体のパッケージとして、うん、ファッション全体のパッケージとしてめちゃくちゃかっこよく映るっていうか、うんうん、それってやっぱ物一つで見てるわけじゃなくて全体像として見た時にやっぱかっこいいなって思うんですよね、うん、でそれのものがやっぱ新品と古着ミックスしたりとか、うんうんうん、ちょっと上品な要素を足してみたりとかっていうのがやっぱめちゃくちゃ大人でかっこいいっていうか、大人でかっこいい、うん、まあ、ここ目指すとこじゃねみたいな、あそう、いやそうよ、ね、思う。確かに確かに、うん、かっこいいもんね。そうだからこそこう、うん、インスパイアしたいってそう思いますよね、うん、ね、僕も一番好きなのは古着屋さんなんで勉強になりました、ね、なんか、うん、なんか、うん、でもそっちっすね、なんかね、わかりやすいっすよね。一番いいと思うんやけどね、うん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 、その自分がかっこいいって思ったもんを着とれば、うんうんうん、なんかいいっていうか、いや確かに確かに、うん、それがなんだとかっていうのは、うん、まあ、後付けのもんやから、後付けでいいっすよね、うんうん、本当にそういう感じでずっとかっこよけいいっすもんね、いい、正直、うん、値段とか、うん、あの年代とか、うん、ブランドとかじゃなくて、うん、全然、うん、その人がかっこいいけど、一つ補足すると深夜さんって、うん、そのどこ行っても TPO に合うっていうか、うん、そういう洋服の着方してるじゃないですか、大人ですな、うん、そこもなんかでもかなんかそういう古着とか、うん、ミックスしてるに、はいはいはい、なんかそういう小汚くは見えないっていうか、あ、ね、確かに、うん、それがなんかやっぱ テクニカルっていうか、あ、そうよ、うん、すごいなっていうか、昨日ぐらいにそんな話しとったんで、へえ、そうなの、うん、なんかおしゃれって、うんうん、その自分のもんじゃないやん、はい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 、うん、まあ第三者目線ですからね、そうそう、はい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 、だからその、うん、俺が気をつけとるっていうか思っとるのは、うんうん、一緒におる人に恥をかかせない、ああ、なるほど、っていうのが大事というか、いやいい、めっちゃ大事な話ですか、ね、さすがっすね、シーンもそうだし、まあその TPO にも当たるし、まあ一緒におるのが家族なのか、はいはいはい、まあ、友達なのか、彼女なのか友達なのか、そういうのがいろいろあると思うけど、先輩なのか、確かに、うん、会社の上司なのか、後輩なのかとか、まあそのいろんなシーンがあると思うんやけど、うん、だから例えば彼女だとしたら、うん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 、なんか
お待たせって来た時に、うん、うわこいつと一緒に歩きたくねって思わせるような格好は、うん、0点ですね。0点、うん、家族とかもそうだし、はい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 、何歳になって何着とんけとかっていうのもあるし、うんうんうん、だからその会社の上司と一緒に取引先の人と会うとか、はい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 、そんなお前寝癖で来たんとかさ、あ確かに、まあ、いろいろそういうなんかあるわけやねんシチュエーションによって、うん、はい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 、だからそのなんていうかこう恥をかかせないとか恥ずかしい思いをさせないみたいな、結構じゃ他人ベースなとこあるんですね。そう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 、だからそのまあまあもちろん自分のやりたい格好一人でうろうろする時なんですけど、別にそれはいいやん、はい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 、まあまあその同行者がおる時っていうのはまあ考えるよね、はいはいはい、だから別にかといってその、うん、したくもない格好でそれをするわけじゃないし、うんうん、自分の好きな格好でそう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 プラスアルファ誰も迷惑かけないとか、そう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 、嫌な気持ちさせないという、うん、深いな、うん、なんかこれなんかファッションっていうか人として大事なことですね、うん、いや確かによ、うんうんうん、まあ、そう考えると洋服って自己満足じゃないよねって話にもなってくるし、まあファッション自体は自己満でいいけど、おしゃれってなると、うん、あの人が挟むから、うん、あ人ね、そこちょっと違うっすよね、うん、そのファッション楽しみたいっていうのとおしゃれしたいっていうのって意外と違ったりするし、その場で装わなければいけない服もあるし、うんうん、ってことですよね。そう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 、だそのおしゃれしたいってなったらそれすげえ大事な話っすよね、うん、第三者目線っていうのは、うんうんうん、ただそういう価値観分かってない人も、まあ、結構多いのかなっていう、まあ8割とか9割じゃないその価値観がないのは、うんうん、まあそんなような気はするけどね、友達の結婚式に20代前半ぐらいの時とかに、はいはいはい、なんか変なスーツ着ていったりとかまあまああるあるっすけどね、あるある、うん、ある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 ですけどね、ようおったでか、はい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 、だからもう、うんうんうん、言うたらその友達に恥かかせる、うん、いや確かにそっか、うん、確かに確かになんならその奥さんとかも、はいはい、親族とかね、恥ずかしいみたいな、うちの旦那にあんな友達おるみたいなまあ確かに、うんうん、恥ずいっす、恥ずいっすね、ちょけてきたんか、はいはい、マジであれなんかとこもある、マジやったら相当痛いぞとか、うん、確かに確かに、なんかまあやっぱそういうの、ね、はいはいはい、見とるからやっぱり、ああ確かに、うん、確かにそうですね、今回かなり勉強になりましたね、そういや話聞きました、 ありがとうございます、最後人としてあるでファッション遍歴から人としてっていうところまで行きましたね、そんなにできてないけどね、人間はこれも恥ずいんじゃないですか、いやだいぶでこういうことを言うのがもうダサいから、ダサい見る人も少ないんで、まあ、そうかどうする4万回は絶対ないですよじゃあ、ね、あのくしくも後半で話したから その前に脱落する、そうなんですよ、大体ね、大体そう、まあ、まあ今回こんな感じで、はい、終わりたいと思います、はい、またなんかいろいろよろしくお願いします、はい、お二人ともまた今回こんな感じで終わりたいと思います、それではまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ。